宮古島生活、8日目。今日はですね、皆さんに、僕が宮古島でどういう生活をしてるかというルーティーンの方をね、ちょっと皆さんに見ていただきたいと思います。はい、起きまして、はい、朝の9時からバイトが始まるんですけど、朝8時には、目を覚ましますね。はい。気づいてると思うんですけども、ベッドも枕も布団も全部グレーですね。はい、肌色でやらせてもらってますね。はい、そして起きて顔を洗って歯を磨きます。はい、朝9時になりましたので出社でございます。はい、宮古ストーリーという宮古島で配布されてる、はい、フリーペーパーの編集作業でございます。はい、ちゃんと働いてます。見てください、顔見てください。ムカつく顔してますよね。ちゃんと働いてるからなんです。はい、ちゃんと働いてます。はい、そしてお昼休憩でございまして、ジュニアさんの方でカツカレーの方を食べさせてもらいました。はい、宮古っぽいものじゃなくてごめんなさい。ただこのカツカレーすごい揚げたて で辛口のルーで、すごい美味しかったです。はい、はい、夕方5時にバイトを上がりまして、ラジオ収録を行いました。毎週木曜日11時半から FM 宮古さんの方で番組を持たせていただいて、はい、2回目の収録でございますね。はい、すごいこういうラジオを撮ることに、ラジオ大好きなんで憧れてたんですけども、はい、全然喋れてません。はい、はい、そして、6時ごろ家に帰りまして、YouTube の編集でございます。なんでこんなケツでかいん。なんでこんなケツででかく撮れてるんや。野球やってたけど確かに。めっちゃケツでかいやん。はい、そして夕方7時ごろは近所のビーチに行きまして、お散歩をしております。ビーチをね、フラッと行ってお散歩って最高ですよね。はい。で、なんやかんやありまして、就寝でございます。いかがだったでしょうか、僕のルーティン。はい、こんな感じで元気にやってます。